Good morning, Saudi Arabia. Navy Chief Journalist Rich Janku kicking off Desert Shield Network, FM 107. And we started off rocking the Casbah. まあ、ご覧いただいたのは今世界のホットコーナーであります中東でのアメリカ軍の軍事放送の模様です、まあ、グッドモーニングベトナムというベトナム戦争時代のアメリカの軍事放送を扱った映画がございましたが、放送の先進国そして軍事大国のアメリカの場合は、まあ、およそアメリカ兵のいるところもう前線であろうとどこであろうと放送局がついてまいります。でこういった放送局は今世界中に展開しておりますアメリカの基地あるいは大きな軍艦全部合わせますと400局以上あるということなんだそうですが、今回丹羽君が取材してくれたのはそのいわゆるラジオでおなじみ深い FEM ですよね。そうなんですが、テレビがあると知らなかったんです。私もあの夏に沖縄に行くまで全然そういったものがあるって知らなかったんですが、FEM 自体あのテレビとラジオのもともと兵局なんですけれども、うん、あのこちらをご覧いただきますと、まあ、その400局以上ある、中で太平洋をカバーしているのが、まあ、FEN です。で、太平洋、アラスカからですね、フィリピンそして、まあ、日本にも、ご覧のように全部で8局あるんですが、はい、そのうちの5局がですね日本に集中しています、うん、でテレビに関しては、まあ、日本で放送始めてもうすでに35年の歴史があります。うん、ということはちょうどこの TBS のテレビも同い年ってことですね。そうです、同い年というテレビ局なんですが、はいはい、この日本にありますアメリカの知られざるテレビ局一体どんな放送をしているのかを、取材しました。 From AFRTS News Sources and the Kanto Plain Public Affairs Offices, This is FEN News. Good evening, I'm Marine Corporal Jeff Jurgensen. If you were to ask someone what they liked most about Japan,One answer you might get is the feeling that this is a safe place to live. While it's true Japan does have a low crime rate, people shouldn't be lured into a false sense of security, thinking nothing could ever happen to them. FEN 横田、在日米軍の軍人やその家族向けの英語の放送を実施している。ここの主要番組はアメリカの三大ネットワークのニュースや娯楽番組を買い取って、そのまま放送するものと、軍事放送局制作のミリタリーニュースの大きく2つに分けられる。ここでは空中波で AM ラジオも放送しているが、テレビは日本の電波法に触れるため基地内のケーブルによる有線放送に限られている。ところで番組の編成は誰が決めているのだろう。編成についてはいろんなレベルで指示がありますよ。例えばトップの空軍情報局は宗教番組は日曜日に放送しろと、その下の段階では軍の情報番組はもっといいゴールデンの時間に放送しろとね。またその下では30分おきにプロモーションを流せとか、私自身も現場にいろいろと指示をしたりしますよ。昔はミリタリーニュースで世界情勢やアメリカ国内のニュースもやっていたが、現在は通信衛星の発達によって CNN や CBS のニュースをそのまま流している。そしてここでは主に軍の動きとか基地内のローカルニュースに絞っての情報を扱っている。 CNN や三大ネットでやっているニュースももちろん大切ですが、それが軍にどう影響するかという視点でニュースを選んでいます。兵士にとって最大の情報をできるだけ早く伝えることにしています。ここには5つのセットが入る大きなスタジオがある。これがニュースのセットです。月曜から金曜ニュースをここから放送しています。このセットは日本的な雰囲気にしようとしました。兵隊の手作りですよ。まあ他の基地から VIP が来た時にここでインタビューするんです。これは深夜の音楽番組東京トゥナイトのセットです。この番組は若い人が任務のない時にボランティアでやってるんです。まあなんて言うんですかね、放送人としての自分たちの才能を発揮できる場なんです。FEN の放送にはちゃんと CM が入る。といっても国家予算で成り立っている局なので当然スポンサーは合衆国政府。 CM といっても軍の士気を高めようとするものや基地内のお知らせがほとんどだ。
ここでは韓国やフィリピン、そして日本で流す CM を作っています。私の任務は日本の生活に溶け込めという CM やシリーズものの太平洋のプロたちというのを作ることです。Millions of people from around the world come to visit Japan and you live here. Climb Mount Fuji, attend festivals, try different foods, stay home, watch TV, and miss out on the chance of a lifetime. You get out and see Japan. 私は戦闘機の電子機器整備責任者です。そして飛行制御、レーダー、通信ナビゲーション担当の部下を持っています。私は戦闘機が任務を完了し帰還するのを見て自分の仕事に誇りを感じています。ところでこの軍事放送は太平洋戦争中に創設された。そして常に前線ギリギリのところに放送局を作り、日本軍との戦いではジャングルの中にあったことからジャングルネットワークとも呼ばれていた。日本での最初の放送は米軍沖縄上陸の日であった。以来この放送局は日本で放送をし続けている。我々は FEN の OB の何人かに会うことができた。ロバート・ジェファーソンさんは FEN 以外にもトルコやヨーロッパの軍事放送局にいた経験を持つ。トルコにいた時は一連の注意事項がありました。例えばある政治グループや政府を不愉快にさせてはならないとかね。日本は割合自由でしたよ。でももちろん天皇に関するニュースは敬意を払うように注意されていました。昔と今の違いは FEN にプロがいなくなったということだ。徴兵制が残っていた頃はプロのジャーナリストやアナウンサーが配属されてた。今はアナウンサーになりたい若いガキが入ってくるんだ。一方こちらは沖縄。ここでは日本人もテレビで6チャンネルをつければ FEN を見ることができる。沖縄だけが日本で唯一米軍のテレビを電波で放送している。これはこの土地がかつてアメリカの占領地であったため返還前から電波を使っており、返還後も日米地位協定により例外として放送を続けているのだ。朝はそれからなんか一日が始まるみたいな感じですね。やっぱり外人の人たちから見たまあ、日本あるいは沖縄とか、そういうのも分かりますんでね。軍服っていうのはそうめったに見られるもんじゃないですよね、うん、だからなんていうのかな、 そういう風なの見てて逆にまあ沖縄だなっていうのを感じたりすることもあるんですけど、ね、この日沖縄では新知事が決まった。 FEN はこのニュースをトップに扱っていた。我々にとっては非常に大きなニュースです。沖縄の人にとっても米軍にとっても今後の4年間を決めますからね。Put it in there the way that you're going to pronounce it as opposed to the way that it's actually spelled so that when you Masahide, Masahira, Ota Masahide Masahida Ida Da Masahida Masahide, yeah, just like that. Masahide, Masahida Masahida. Okay, yeah, just work it a few times, like Junji Nishime. Just work it a few times so you can say it correctly. So make sure you say it correctly. And if you get that part and you want to slow down, just slow down and say it correctly. So that you don't get into the dirt. That is. 我々は地元の新聞が読めません。地元で何が起きているのかを伝えるのは大事なことです。例えば今回の知事選では特定の候補の支持をしないようにしていました。つまり県知事に太田さんと西目さんの2人が立候補したとね。我々はこう言うんです。西目さんは4期目を目指す、太田さんは1期目を狙って立候補したとね。事実のみを伝えます。ちなみにアメリカではテレビや新聞が特定の候補を応援するのが当たり前となっている。ところで視聴者である兵隊たちは FEN をどう見ているのだろう。絶対必要よ。 FEN がなければ世界がどうなっているかわからないもの。でももっとコメディや映画をやってほしいわ。
沖縄でのお知らせもやってくれるし役に立つよ。コメディーをもっとやってほしいな。 FEN のスタッフは陸海空に海兵隊の4軍からなる混成部隊である。だから制服もバラエティに富んでいる。他ではこういう制度がないから他の部隊のことを知るいい機会だわ。空軍は海兵隊を野蛮だと思ってるし、海兵隊は空軍をいい加減だと思ってる。でも一緒に働くと空軍も海兵隊も理解し合えるんだ。海兵隊にだって繊細な人がいるって分かるんだ。本当ですよ。この表情が何を意味するのか分からないが、米軍にしてはこういった混成部隊は珍しいようだ。The campaign for governor ended Sunday night as Okinawans cast their ballots for their choice. Incumbent, okay, now this is when we have a problem. Nishime didn't win? Okay, now I see that Junji Nishime. Junji Nishime. Incumbent, Junji Nishime. 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 There you go. I'm an Indiana boy. Incumbent, Masahira? Junji Nishime. 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 Junji Nishime. Nishime. Was ousted by a reformist candidate, Masahide. That's fine. How you say it? Masahide? Mash? Oh, during the news? No problem. Masahide. Masahide. That's what I said. Masahide. Oh, I'm sorry. See, you're screwing me up. Masahide. The campaign for governor ended Sunday night as Okinawans cast their ballots for their choice. Incumbent Junji Nishime was ousted by reformist candidate Masahide Otashi. Whenever we say that we do not need the military bases, so often people misunderstand that we have a sort of antagonistic feeling against American people, but this is not true.家族や友人が中東に派遣されている人にとって今年のクリスマスは大変です。空輸部隊は現在1日におよそ60トンの郵便物をペルシャ湾に運んでいますが、軍の郵政担当者はクリスマスシーズンにはこれが2倍になると予想しています。また配達の混乱を避けるため早めの発送を進めています。なおサウジアラビアに送れないものはアルコール、銃や爆発物、豚肉類、ポルノ雑誌、イスラム教に敵対的な宗教関連の品々です。今回の湾岸危機で中東関連のニュースが増えているが、放送の内容はどう変わったのだろう。何が変わったかは申し上げられない。一定の規制があるからね。まあ例えば砂漠の盾作戦については、これは戦争ではないが機密情報は放送できない。何が変わったか確信については口を閉ざしていた。しかし最近はいつでも命令があれば出動できるように準備をしておけとか、万が一の場合の遺言や家族のための記録を揃えておけといった内容のコメントが伝えられているという。またそういうことを連想させるこんな CM もあった。ご主人のサインがなければこの小切手は現金化できません。この物件を売るにはご主人のサインが必要です。家族が困らないようにするには委任状を用意しておくのが一番です。 FEN の元アンカーマンジェファーソン氏はトルコにいた時、放送を通じイランの脅威を意図的に強調したことがあるという。兵隊の心をコントロールはできないでしょうが、軍隊には集団心理があります。例えば2つの考えがあるとして、その一つに向かわせることは簡単です。そう、考えをコントロールしなくても一定の空気は作れるんです。横田の局長に FEN の本来の目的を尋ねてみた。FEN は司令官がコミュニケーションを図るための手段です。
司令官が情報を流したい時に流すのが本来の目的です。でも一日中軍のコマーシャルばかりやっててごらんなさい。誰も見なくなる。だから娯楽番組もやっているんです。でも私たちがそういう娯楽を放送するのが仕事と思っている人もいて、中には軍の CM が多いと文句を言ってくる人もいる。そういう人には我々がどういう目的でいるのかを教えてやるんですよ。何のための放送かってね。FEN という言葉はね、まあ、ご存知の方多いと思うんだけど、一応自時をしといてください。はい、ファーイーストネットワーク、米軍極東放送のですね、頭文字を取って FEN と、呼ばれてます。はい、これで沖縄の人ですね、日本人は、やっぱかなり見てるんですか。はい、実際視聴率の調査を調べてみましたところ、まあ、平均で35,000人ぐらいの人がいい時は見てると。なるほどね。さて、その最初にも触れたんですけど、1月15日のそのクウェート撤退期限ですね、やっぱりかなり煽ってます。いや、実際戦意高揚とかですね、司令官の、伝達のために作られた曲だってことで、まあ煽るという意味では多少煽ってると思うんですが、逆にその今アメリカの三大ネットワークがですね、1月15日をゼロとして決戦まであと何日とですね、いうような形で、逆に民放の方が煽ってるような感じはしましたね。 FN の方は冷静じゃないかなっていうような感じもしないでもないでした。それからこれちょっとプロが当然持つ疑問なんですが、その番組は衛星で送るんでしょ。そうなんですけど、我々が実際衛星使うなど、10分間何十万とお金出すんですが、あっちはその軍事衛星ですから全くタダで、ただね、24時間するんで、それはまあ楽というか。ですね。自衛隊にはどうですか、日本のこういうのあるんですか。自衛隊の広報に聞きましたところ、今後もこういったものを作るような、計画はないと言ってましたけど、そんな機会がないことを願いたいですね。まずその前に、つまり海外派遣で放送局なんていうのはごめんですな。どうも、ウルさん。